はい、アイカーブランド劇場です。今日はこちらアイカー園芸さんに来ました。ということでアイカー園芸さんと言ったらね、こちらラナンキュラスね、お花屋さんですから、もうお花の取材しっかりしたいと思いますね。早速じゃあ行きたいと思います。ああ登れない。MC どもも紹介しちゃうぜ、ポンポン。はい、ということで今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、アイカー園芸さんといったらこちらのラナンキュラスなんですけど、はい、もうなんかあれですよね、すごく花びらが多いっていうのが特徴に見えるんですけど。はい、ね、おっしゃる通りで、一、はい、つの花で花びらが100から200枚ついてます。100から200？ はい、すごいね、あの花びらの多いお花で、はい、あのラナンキュラスの、うん、種類はもともとは野生のやつは花びら、はい、もうちょっと少なかったんだけど、はい、この花は花びら多くしたら豪華になるぞってことで、はい、どん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 花びらが多い種様に品種改良されてきて、今こうなってます。いや、ものすごい多いですね。100から200って、もうこれじゃあ中にこれだけ今パッと見ただけでも、何十か6、70か80かですけど、そうそう、うん、これからどんどんまた開いてって、まだまだね、開いてきます。すごい、あれやります、あの好き嫌いちょっと終わらなくなっちゃう。すごいですね。この色は何種類ぐらいあるんですか、うん、今これ結構黄色だけでも明るい黄色もあれば、なんかし、ね、あのゴールデンな感じのね、そうですね、うん、そう、ありますけど、黄色もね、ほんとこういう明るいね、うん、レモン色のパッとした黄色もあれば、うん、こういうなんかね、金運が上がりそうなものもあるし、で、もともとの野生はこういう黄色っぽい色が野生の色なんだけども、はいはい、そこからオレンジだとか、はい、ピンクだとか、もっと濃い色で赤、紫、はい、最近だと緑とか、いろんなのがあります。緑、はい、ちょっとこの部屋にないんで、後で別の部屋行って見せますので、はい、ありがとうございます。でもそんなになんか華やかですね、本当にそんないっぱい一つの、ね、名前のお花にそんなに色がいっぱいあるんですね。そうなんですね。うん、青だけがない。あ、青だけ、青以外は全部あるんですか。うん、青、やっぱりバラとかと一緒で、はい、青の色素って花の中でも、うん、系統が違うんですよ。他の色素が黄色系の色素とか赤系の色素と違って、青は青で、はい、黄色の花が突然青になったりすることはなくて、はい、青の色素を持ってないと青い花にはならないんで、うん、うん、難しい。そうそうそう、青って本当ブルーですよね。ブルー、うん、ブルーのラナンキュラスができたら、うん、ひともきできそうなんですよ、ね。あで、これあのちょっとお聞きしたいんですけど、はいはい、これを、お客様に販売する時のタイミングは、うん、なんかものすごく咲いてる時がいいのか、それとも、はい、なんかね、お客さんが育てるのを楽しむっていう感じなのか、うん、どんな感じですか。例えばですけど、はい、先、もうこれ真ん中ぐらいまで咲いてる状態なんですけど、はい、それに比べてこっちはこれから咲くっていう花なんですね、はい、まあ1週間ぐらいでこうはなるんですけども、お客さんがどうしても自分で咲くとこ見たいっていうお花好きの人は、こういうつぼみの状態でね、あのこういうものを好きで買ってかれるお客さんも多いです。お花を育てるのが好きな人は、あとはそのプレゼントなんかで、あのお花好きの誰々さんにこんな素敵な花あるからプレゼントしたいわなんて人は、うん、はい、やっぱりある程度咲いて顔が見えてる、うん、こういう状態のものをね、買われることが多いです。ああ、うん、やっぱそうですね、プレゼントするんだったらちょっと少し咲いてる方がいいかなと思うんですけど、ちょっと自分もあの綺麗なお姉ちゃんにプレゼントしようかなと思って今日来たんですけど、そんな聞いてなかったよ。綺麗な、もう一回聞いていいですか。綺麗な奥様だったな。あの、一応あのその時にプレゼントする時に、なんか自分もね、花をプレゼントしたことあるんですけど、ちょっとこれ気になるんですけど、花言葉。そうですね、うん、ね、ラナンキュラスの花言葉は、はい、晴れやかな魅力。晴れやかな魅力、うん、こうやっぱり表舞台にバーンと立った舞台女優さんのような、はい、そういうなんかね、意味の、花言葉なんで、ね、奥様にもぴったりじゃないですか。あ、うん、奥様にぴったり。あ、そうですね。そうですよね。そうですね。でもすごくやっぱ、うん、もう花
そのままですね、華やかなんて本当にこんなだってなかなかないじゃないですか、うん、花びらこんなにいっぱいついてって。そうそうそう、なかなかないですよ、うんうん、すごくいい、はい、あもう愛川町一花が似合う男だって言われてるんですけど。あ素晴らしい。なんかね、55周年おめでとうございます。お店の前も花がね、ダダダダッと。そうですね、その時にね、ラナンキュラス置いとけばよかったな。そうですよね、まあ、そういう時にこそふさわしいってことですね。そうですね、あいいですね、はい、我々男だとどうしても花って可愛いっていうイメージがあるから、うんうんそうですね、ピンクとかあ分かりやすいとこ行っちゃうんだけど、はいはい、割とね、女性なんかは、はい、渋めの、あの紫でもちょっとこうアンティークな感じだったりとか、はい、そういうとこ好まれる人もいるんで、その辺はね、要リサーチです。あ、じゃあ事前にチェックして、はい、じゃあお好みさえ言っていただければ、ね、私があのアドバイスしてますんで。じゃあ今度あのお姉ちゃんに、あのね、ちょっと間違えちゃった、奥様に、ね、送るときちょっとね、はい、リサーチしておきます、はい。でもあれじゃないですか、これからの時期だからホワイトデーなんかにちょっとじゃあ花をプレゼントっていうのはいいんじゃないですか。あのお返しにするのにもぴったりですね。うん、ちょうど ねこの花咲くのが春。はい、3月から4月にかけてなんで。そうなんですか。時期的にはもうジャストですね、うん、じゃあちょうどいい、はい、でこれ販売してる場所は愛花園芸さんで今販売してるんですか。ですね、うん、基本的には、はい、販売店さんで販売してまして、はい、愛花町内だと、はい、中津の、はい、JA 県央愛花のグリーンセンターっていう、はい、その場所と、はい、あと春日台に、はい、JA の直売所、はい、あともう一つ三ませの、うん、卵屋さん、卵花屋さん、うん、そこの3カ所で3カ所で売ってます。あもう全部あれじゃないですか、愛花ブランドのとこじゃないですか。あそうですね、うんうん、もう行きましょう、もう絶対にぜひ町の特産品、愛花ブランド認定品なので、そうですね、愛花町の人にも親しんでもらいたいと思います、うん、はい。でこれ、はい、自分も花育てられるか分かんないですけど、うん、咲いて4月ぐらいに咲いた後に、ええ、その後っていうのはどうすればいいんですか。はい、ですね、はい、花の時期はだいたい2月から4月なんですけども、うん、その後暑い時期は、うん、休眠って言って、はい、クマが冬眠するのは寒い時活動しないためじゃないですか、はい、あれと同じで、はい、ラナンキュラスは夏の間、はい、土の中に引きこもっちゃうんです。球根って言って根っこが太くなって、はいはい、その状態で夏越しするので、はいはい、枯れちゃったように見えるんですね、はい、皆さん枯れちゃったって言って捨てちゃうんだけど、はい、実はその鉢をね、はい、全部上枯れちゃっても、はい、その状態で秋まで取っとくと、はい、また秋から葉っぱが出てくるんですよ、で来年もちゃんと育てれば咲くん、そういう花なんですね。じゃあその夏の間はお水とかはあげなくていいんですか。そうそう、逆にね、はい、暑い時期が苦手だから、はい、暑い時に水やっちゃうと、はい、なんか腐ったりカビたりして、はい、うまくいかなくなっちゃうんで、はい、枯れたらもう秋の涼しくなるまで、はい、例えて言うと人間が長袖の服を着たくなる、そういう時期になるとラナンキュラスは、はいはい、やった俺の季節だって育てる、育つんで、はい、衣替えする頃に外に出してやって、はい、お水雨に当てたりすると、はい、葉っぱが元気よく出てきます、うん、じゃあそれまで来年も楽しみで、今じゃあ一つ買えば来年も本当楽しみな、そうなんですよ、ね、うん、ないなんですね、うん、あちょっと告知していいですか。あ全然大丈夫です。このラナンキュラスをね、はい、来年も楽しむように、はい、どういうふうに育てたらいいかっていう講座をね、今年の3月、はい、3月5日土曜日、はい、鎌倉市大船にあります神奈川県立大船フラワーセンター、はい、こちらで参加無料のセミナーをやります、はい、それからその1週間後にも、うん、平塚市にある、はい、神奈川県立花と緑のふれあいセンター、はい、神奈川店で、こちらね参加料があるんで初めからラナンキュラス買うぞっていうやる気満々の方じゃないとなかなか難しいんですけど、はいはい、神奈川店でも、うん、そういった育て方のね講座、はい、セミナーやりますんで、はい、詳しくは大船フラワーセンターそれから神奈川店、はい、こちらのホームページ見て、はい、公園の方に申し込んでほしいんですけども、ありました、はい、ぜひもうやる気満々って言ったらどう思うんですから、おお
でも実際ね、やっぱ育てたいっていう人いると思うんですよ。こんな綺麗な花を咲かせたいっていう人はいっぱいいると思うんで、じゃあぜひそちらの方に行ってみてください。ねはい、春って言ったらお花ですもんね。そうですよね、うん、お花といえば、お花といえば、お花見、お花見全然出てこなかった。お花といえば、お花といえば、まあ愛花園芸さんですよ。もう、お花見といえば、お花見といえば、あ、団子ですね。そうですよね。あ、あのお花見団子はどうもさんで、いや、ありがとうございます。お求めくださいませ。全然分かってませんでした。なんだろう、どこの女だろうなって思っちゃって、すいません。あのこれとこれ買っていいですか。これ、あ、どうぞどうぞ、はい、ありがとうございます。これ、ね、色合いがね、これで気に入ってんですよ俺、もうこの色、あ、この色ね、あの、うん、割とね、うん、男性がこの色好きなんですよ。あ、本当ですか。あの男の人にグッとくるような、こうオレンジとこう少しこう絹が引いたような、はいはい、そうなんですよね、艶があると思う、うんうん、そうそうそう、これはね本当俺好み、あ、うん、いいなと思って、ほら花が似合う男と思うんです。ということで、今日はいろいろとありがとうございました、はい、こちらこそ。でもうアイカーブランド今日ね、今日で記念すべき20回目なんですよ、うん、これおっと、はい、だからもう次も残り少なくなってきてるんですけど、はい、おすすめのところを紹介してもらいたいんですけど、はい、うちのねご近所で、うんうん、アイカーブランドといえば、うん、半原のあんずのしっぽさんというところがあります。あんずのしっぽさん、パンですね、はい、パンですね、はい、うん、ね、国産小麦、はい、パンですね、天然酵母の、はい、はい、美味しいパン、あんずのしっぽさん、うん、ぜひ行ってください。もうぜひ、もうパンね、朝、はい、重要です、本当に。で、食べたいと思いますんで、はい、ぜひ、じゃあ、あんずのしっぽさん行きます。ありがとうございました、今日はじゃあ。いや、どうもありがとうございました。じゃあまた、また、次回も見てね。見てね。今日さ、俺、お前のために花買ってきた。可愛いだろ、お前と一緒で。まあ、ダメだって、ここじゃ、まったく。もう、しょうがねえやつだな、まったく。ちょ、待ってよ、お前。ちょ、待って、やべえ。